はい皆さんこんにちはこんばんは「ココムチャンネルのショー」が今日は日本アニメ「労働作詞」をお送りいたしますよろしくお願いいたしますこんにちは梶原一樹ですあごめんなさい違っちゃった <laughs> いやあのですね 日本アニメ、まあ、巨匠ですよね。梶原一揆さん。巨人の星、星ヒューマン、星一徹。ねえ、あのアニメ見たことありますかね根性根性ど根性のね、巨人の星を目指せというね、すごかったですよね。大リーグボール1号2号。すごい、私楽しみに見てましたよ。あと、空手バカ一台ね。あのね、アニメ、漫画をね、見て空手を始めたんですよ。 もうすごい影響力ですよね。大山マスタツ。ゴッドハンドですよ。素晴らしいですよね。あの人すごいですよ。あの、本当の話なんですよ。あの、極真空手の総裁じゃないですか。もう亡くなりましたけれども、右手でね、十円玉を三本の指で、あの、縦に、まあ、掴むんですよ。で、そのまんま、うわーってやると折れるんですよ。真っ二つに。話、本当ですよ、これ。知ってますゴッドハンドって言われてたの。 10円でも普通、うーっとか言って2つに折れますいやいやいや、どんな力なんだと思いますけど、人間って鍛えるとそうなるんですよ。いや、今日はそんな体を鍛える話ではなくて、日本のアニメについてのお話です。まあいいアニメありますよ。あの、やっぱりね、なんかすごいなと思うのね、宮崎駿さんの、隣のトトロってあるじゃないですか。あれね、すっごいと思います。 何がすごいかっていうと、まあ、鬼滅の刃とかね、今流行ってるのも確かにすごいんですよ。なんだけど、アニメって、まあ、ほとんど流行ってるものって連続ものじゃないですか。連続ものって1話、2話、3話、4話ってなってるでしょだけど、隣のトトロだけ、あれ1話完結なんですよ。連続じゃないのに、なのに、あれ1回見たらみんな感動して、グッズとかね、人形とか、キーホルダーとか、ね、 タオルととかかハンカチとか買ってるでしょあんなすごい影響力のある一本だけの一話完結のアニメってあんまりないんですよ。いやだからね、あれは傑作ですよね。海外でもすっごい人気高いんです、あれ。まあね、だからなんか心がこもってて、なんかものすごいエネルギーがこもっていて、もう一生懸命作られたアニメだなっていう感じしますよね。 ところがどっこいですよ。言うところがどっこい。大丈夫昭和の言葉 <laughs> と,ころがところがどっこい。大丈夫ですかところがどっこいですよ。あのね、日本アニメが、労働的にね、ちょっとおかしいね。何か怪しいぞって、今、世界で言われてるんですよ。特に国連がですよ。日本アニメは、ね、アニメ業界、日本のアニメ業界は、 労働搾取の問題があるという指摘を世界に発表したんです。世界に向けて。びっくりじゃないですか。労働搾取ですよ。ということは、中の、まあ、労働搾取というのはお金の問題も絡んできますよね。どういうことかっていうと、日本アニメ業界に問題がありますよという国連の内容なんですけれども、これはね、あの、海外の 信用会社とかね、消費者が日本アニメの不買運動につながりかねないというふうな衝撃的な発言なんですね。で、この日本政府やね、アニメ業界がもう大揺れに揺れるんじゃないかというぐらいのもうすごいあの世界に向けての発表ですから、これ激震が走ることになるかもしれないです。 で、これ、日本アニメ界のね、コンテンツ、あの、まあ、制作している現場ってあるじゃないですか。結構ね、きついんですよ。私ね、あの、東京の三鷹に住んでいた時に、あの、一緒のバーにね、あの、小田さんがいたんですよ。あの、ワンピースの作者の。一緒に飲んだことあるんですけどいや、皆さんが思ってるよりも、ものすごい、あの、きついって言ってましたよ。アニメの仕事は。で、30分ぐらいのアニメの番組ね、 何万枚も書かなきゃいけないんですよ。4万枚も5万枚も。で、それが、やっぱりずっと、なんていうんですかね、もう、あの、コン詰めて、徹夜作業で何人かが書かないといけない。で、これあんまり分散してね、あの、外部配置もできるんですけど、あんまり分散して、その、セル画を書くとね、絵のタッチが変わってっちゃうんですよ。だから物語が、なんかね、あの、統一感がなくなってしまうので、3、4人のグループで書いているんですよね。 で、ストーリーも把握してるし、だからそういうふうな形でこじんまりとやっていくしかないので、ものすごい大変な量を抱えてるっていうふうな話をしてましたよで。ストレスはかかるんですよね。で、そのコンテンツの制作現場でね、いろいろ不満が出ていて、それを国連が、まあその情報を、まあ拾ったっていうかね、伝わったっていうか、まあ問題視してるんですよ。これはね、人権に関わる問題じゃないかというんですね。 で、国連が言うにはね、国連人権問題の担当があるんです。そういうグループが。で、国連の人権理事会ってのがあるんですよ。で、そこで、日本のアニメはビジネスと人権に問題が発生してるという指摘をしてるんですよ。で、バランスが悪いと。だから、まあ、早い話がね、どういうことを言ってるかっていうと、あの、まあ、外部に発注したりして、個人のね、 漫画家を目指す人の、まあ、腕のいい人とかそういう人を拾って、じゃあ漫画家目指すんだったらうちで雇ってあげるよっていうね、まあ、ちょっといいことを言ってすっごい安くアニメを描かせるんですよ、セルガを。それで、まあ、1枚ね、1枚描いたらまあ3000円か4000円だよ。でも初心者っていうかね、あの新人はしょうがないんだ。ね、みんなそういうトリウムを通ってるんだからっていうことを言って3000円4000円で描かせ,かせるんだけど、1日かかったりするんですよ。 気合入れて描くとね、1枚2枚に。だから、頑張っても3000円か6000円とかそれぐらいしかなんないんですよ。で、毎日30枚描いても6000円かける30で18万しかなんないじゃないですか。で、そうすると食べていけないですよね。1日も休みないのに18万なんですよ。で、労働は結構大きつくて、で、やり直しとかもあるんですよ。いや、ここのところ色はみ出てるじゃないかと、薄いよ、ここがとか言われて、もう一度描かせられる、描かせられる。 えー、また半日かかっちゃうってなるじゃないですか。だけど、やんなきゃいけないですよね。一応契約しちゃってますけど、あの、口契約でも契約なんですよ。だから契約成立しちゃってるので、契約違反とか言って訴えられちゃいますから、うーん、まやんなきゃいけないかなと思って、1日3000円、6000円のために、もうね、なんか神経すごいすり減っちゃってるんですよ。で、生活が18万じゃ成り立たないですよね。で、東京に集中してるので、まあ、そのまま持ってかなきゃいけないんですよ。出来上がったら。 持って行くんですよ、自分で。だからその行ったり来たりもあるので、そのアニメの本部の近くに住んでるんですよ、みんな。だから東京でやってるのが多いですから、東京のアニメ会社の、まあ、なるべく早く行けるとこがいいから30分ぐらいにね、あの、で行けるところに引っ越すかなとか言って、東京の中心部にありますからね、結構家賃高いじゃないですか。だから18万だとカツカツギリギリなの。で、その生活をしながら、 ずっと漫画家を目指して、いや、いつか自分もワンピースみたいなのを描くんだっていうことで、まあ今は3000円とか6000円だけど、今に見ていろと思ってやってるんだけど、生活で経済的に潰されちゃう場合もあるんですよ。もうそれでなんか具合が悪くなっちゃうとかね、体壊しちゃうとか結構多いんですよ。うん、だからそれで、ね、体壊してしまって、あの、アニメのプロを目指していたんだけれども、もう挫折してしまったとか、田舎に帰っちゃったとかね、本当に多いの、そういう人が。 だからそれを国連は、いや、ちょっとね、経済的な問題と人権の問題のバランスが狂っていて、これは人権的に、あのこれはおかしいということを言い出してるんですよ。これ、なんでそんなこと言うかっていうとね、あの日本人が聞いたらね、いや、でもなんか、業種の1、ね、種類にそんな国連が介入するなんて大きなお世話じゃないかと思うじゃないですか。でもそうじゃないんですよ。国連はね、やっぱりこのアニメっていうのを世界的な文化だと認識してるんですよ。 多大な影響力がある。特に子供にね。例えばの中東でサッカー選手になる子供、なりたい子供って多いんですよ。サウジアラビアとかサッカー強いじゃないですか。あれってキャプテン翼とか読んで、あ、こういう選手になりたい。こういうふうなあのサッカー選手を目指すんだということで始める子供がすっごく多いんです。キャプテン翼ですよ。みんな知ってるの。だからね、日本のアニメのキャプテン翼は、 あの、サッカー選手を目指す子供たちのバイブルになってるんですよ。本当に。まあ、もう、そういうアニメのね、影響力を国連は、いやいや、もうね、黙って見ていられないと。さらに、そんなに影響力があって、世界の子供たちの未来を左右するアニメ業界がね、そんな18万程度のお金で、ね、あの、これかけ、あれかけって言って、そういう人たちで支えられてるっていう労働環境、 これは人権問題、賃金問題、経済的な問題があるんじゃないかと言って調査に入ると言ってるんですよ。いや、これ大問題ですよね。だからすごいあの、アニメ業界これから揺れますよ。ものすごい勢いで。うーん、だけどアニメ業界としてもね、そんなにはね、儲かってないんですよ。そういうことしなかったら、やっていけないぐらいの資金しか提供されてないんですよ。最初制作費。 で、鬼滅の刃みたいに、あれも最初安かったんだけど、大ヒットしたでしょ映画とか。で、大ヒットすると、お金がいっぱい、じゃあ、うちも出します、ああの、こっちも出しますっていうスポンサーがついて、やっと、ああ、よかったね。利益がすごい上がるねっていう風になっていくんですよ。だから最初はね、もう、お金がね、そんなにはね、あの、たくさん、いろんな、あの、ものに使えるほどないの。だから、 いやーもうこれなんか下請け的な個人にね、あの頼んで3000円とか6000円で、まあ描いてもらうしかないかなっていうのが、今アニメ業界の本当に現実は現実なんですよ。ものすごい儲かってね、うわふわでね、あのものすごいたくさんお金があって余裕があって経営してるわけではないんですよね。うん、まだからヒット作が連続して続けばですよ。それはいいんですよね。まあだからスタジオジブリも結構きついんですよ。 本当にあ、あんなにヒット作出しても、じゃあ、あの、ものすごい裕福でね、お金が儲かっちゃって、もう笑っちゃうほどすごい儲かってるかって言ったら、そんなことないんですよ。本当に。まあ、だからね、あの、やってる人しかわかんないかもしれないけど、そんなにね、割に合わないですよ。本当。あの、アニメの。これは、あの、ドラえもんの作者の人も言ってましたよね。あの、藤子さんもね。何を言ってたかっていうとね、 最近は、やっぱりドラえもんの、その単行本とかアニメの本がね、売れないんですよ。なんで売れないかっていうと、やっぱりあの、古本屋さんでね、回ってるんで、古本で買ったりとか、ね、あの、メルカリで売り出してるから、そこで買ったりすると、結局、元の作者にはロイヤリティっていうか、パーセンテージで、著作権で入ってくるじゃないですか。それが入ってこないんですよ。古本で回ってると。それはそうですよね。あの、新刊じゃないと。 本屋さんで買わなければ作者にお金入んないじゃないですか。でも古本でどんどん回る文化ができちゃって、作者にお金が流れてこなくなっちゃったんですよ。だからもう苦肉の策で何やってるかっていうと、お人形ですよね。あの、ぬいぐるみ。ああいうもの、グッズですよ。早い話が。キーホルダーとかね。で、そういうものを作って、売って、そっちの半券でお金、あの、儲けないと、やっぱり暮らしがね、成り立たないぐらい、本当に売れてないんですよ。 うんだからね、あのー、売れてないっていうのは語弊があってね、ワンピースみたいに何百万ぶって出るのもあるんですよ。でもそれってね、数えるほどしかないの、本当に。片手じゃないですか。片手ってのは5本。本当に。5本ぐらいしかない。うんだからね、漫画が、なんかアニメーターとか漫画家になったらね、すんごい儲かるとか、なんか夢見てる人いるじゃないですか。確かに5本の指に入ったら、それは儲かります。億万長者になれるかもしれない。 だけど、実際の現実はめっちゃくちゃきついです。ものすごく。だってアニメーターとか漫画家目指す人はものすごいいっぱいいるんですよ。何万人もいるんですよ。そのうちの5人しか食べていけないんですよ。そんなきつい仕事に挑もうとしてるんですよ。ねだからよっぽど気合い入れないとね。 まあだけど、そこに国連が介入してくるっていう話ですから、まあ、ちょっとことは大ごとになってきています。まあ、果たしてどうなるかね、まああの、それは発言出たばっかりなんですよ。そ人権的におかしいから調査したいっていうふうにね、だからこれから本当にそれを調査して、何か介入してくるのか、発言止まりなのかはちょっとわからないですよ。だけど、衝撃は今走ってます。まあ、これからどうなるのかね、わかんないですけど、作品に影響しないことを祈りますよね。 まあ日本のね、アニメの文化、アニメの作品は世界で皆さんが本当に愛読しているのでね、まあ、その作品に悪影響が出ないことを祈るばかりですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。